アフォンソデ・アルブケルケ級通報艦は、ポルトガル海軍の通報艦の艦級。二隻が収益しており、一番艦の艦名は、アフォンソデ・アルブケルケ、二番艦の艦名は、バルトロメ・ウディアスにちなむ。本級はポルトガルが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。当初、1931年に、 イタリアのオデーロテルにオルランド社に発注されたが、後にこれはキャンセルされ、イギリスのホーソンレスリー社に改めて2隻が発注された。リスボン博物館のアホンソでアルブケルケの模型。本級の船体は、監視還元の高い朝鮮主導型船体で、外洋でのしのげな未成の良好なクリッパーバウ式艦監視を持っていた。監視甲板上に12センチメートル速射砲。 お棒立てのついた単装砲画で背負い式に2機、その後ろに近代的な箱型の環境とサーチライト単焦灯台を乗せた三脚式の全部マストと一本煙突が立つ。煙突の周りは関西堤置き場となっており、煙突と後部三脚式マストの間が水蒸気置き場となっており、カタパルトはなく、水蒸気と関西堤は後部マストの基部についたクレーンにより、 水上に降ろされて運用された。後部マストの背後で、選手楼が終了し、甲板一段分下がった、後部甲板上に3番4番手法が後ろ向きに、背負い式に2機配置された。アホンソでアルブケルケは、ポルトガル極東艦隊に配属されていたが、1961年12月13日、ゴア州の併合のために進行したインド海軍のブラマプトラ級フリゲート、 ベトワとブラックスワン級スループカーベリと交戦して撃沈された。1966年に不要後解体処分となっている。ありがとうございます。